前の店はよ。ん？なんだとこの野郎。もちぞう。おう、たまか。なんだその帽子。帽子じゃないよ。またやってるね。またやってるんだよ。まったく父ちゃんたちは。うちより3日早く持ち始めたからって偉そうに。お前の方こそチャラチャラしやがって。ちった伝統受け継げよ。とんでもねえことしやがって。ライスケーキ OZ だっせ。この看板だっせ。ありゃかっこいいね。おじやの看板変えたの。さすがタマちゃん。これからは餅は世界にアピールしていく時代なんだよ。英語でライスケーキーってな。餅は餅だろうが。嫌だね、時代遅れの頑固職人は。なんだこの野郎。があるものでな。タマ子、それ今すぐ捨てに行こうぜ。ブレーン。普通鳥はこんなに喋らないんだよ。でも名前が良くないよね。餅祭りだっけ。変えちゃえばいいのに。あ、餅像。タマ子。偶然だね、今帰り。いや、実は俺も今から。そうなの？べちゃべちゃに見えるけど。あ、もちぞうもちぞう、もうすぐ私の誕生日。ああ、そうだっけ。今年こそはなんか遅れよね。毎年なんもくれないんだからさ。たまこは何が欲しいんだよ。って、たまこいねえし。寒い。鳥、お前何してんだよ。寒い。大丈夫かよ。ここ何するとこ。銭湯だよ。体洗ったり温まったり。行け青年よ。よう餅蔵、また来たのかよ。タマちゃん。しここが銭湯かせ。お前喋んな。おっちゃんが腰抜かしたらどうすんだよ。私のアイデンティティを否定するのか。無礼なやつ。捨てるぞ。じゃあ今の何。何が。今その鳥喋ったよな。俺子供の頃から動物と話すの夢なんだけど。私の名前はデラモチマッツィ、王家の使いである。すげえなモチゾウ。おっちゃん、鳥、いくら。気に入ったぞなんだ。なんか鳥の声が聞こえるんだけど。娘、私ならここにある。うわあ、うわぁ、これはまた。この鳥。タマコ、わかった。右の頬もはたいてくれ。って、何すんだよ。青年よ、お主は変態か。違う。ところで、なぜ私はお前と寝室を共にしているのだ。お前が女風呂のぞいたからだろ。危なくってタマコんとこに置いとけないから。俺が。窓を開けろ。え？さらば青年よ。ちょっと待てこれ。毎度。出ねえな、おせち餅。いいアイデアだと思ったのに。五平ちゃん、本物のおせちがいいに決まってるでしょ。今年こそは渡さねえとな、誕生日プレゼントは。バーカ。よし。やあ、もちぞ。プレゼント？いや。しっかりして。大変。誰かお医者さん。ああ、どうした？何があったの？またやっちまった。お誕生日が終わっちゃった。はいはい。あ、盛り上げたいんだよ。このままじゃまずいよ。どうぞ。何が？どうぞ。私たちの。私たちの。聞こえねえだろ。で、私たちが何だって。まあ、商店街ね。今日、うさ湯で集会あるから行こうと思って。もちぞうもついてきてよ、どうぞ。しゃあねえな、どうぞ。ありがとう。
お前はもっと自分を盛り上げた方が良いな。どうぞ。うさ。お、今日はマイジュニアとタマちゃんも参加するのか。なんだその服。商売人ってのは季節感が大切なんだよ、豆大ちゃん。何が季節感だ、トンチンカンが。始まった。トンチンカン、おい、もうすぐコントかよ。落ち着けよ。俺は商店街の CM を作れ。俺、映画研究会だから。およ、マイジュニア。砕けていきましょうか。今のままだと全然使えない子ですよ。あ、なんだって持ち蔵、失礼だよ。タマコ、もうちょい左。こんなん？オッケーオッケー。で、笑顔で。こんなん？オッケー。うわ、今日はあんこが代わりに聞きます。一緒に餅作ることはできなかったけど、せめてみこし姿をタマコに。落ちぞ、もっと威勢よく勝つで。肩痛いんだよ。甘ったれたこと言ってんじゃねえぞ。落ちぞ、ぼんやりしてるなら中手伝え。ああ、じゃあ行ってきます。うわ、熱っ。何？餅ぞ。なんだよ。プール行く？ちょっとタマコ。ん？何？男子誘ってどうするの？水着になるんだよ私たち。それはまずい。タマちゃんいやらしい子だね。行かねえよ。そっか、じゃあね。宿題やれ。いってえな。ってえな。食事中にぼーっとしない。大事なこと考えてるんだよ。大事なこと？なんだ。別に。どうせタマコちゃんのことでしょ。なんで。ちげえよ。ごちそうさま。はあ、まったく。ああ、やっぱり行けばよかったな。行き先市民プールだよな。ん？あ、持ち蔵。ああ、タマコいたのか。うん。ねえ、一緒に遊ぼう。え、いいよ。別にそんなんで来たんじゃねえし。あ、そっか。って言うよな俺、絶対。わかりやすいな。うるせえ。恋焦がれる乙女は誰だ。こう言ってみろ、しおりさんか。彼女はダメだぞ。ちげえよ。なら花屋の店主か。あれはやめておけ。お前には美しすぎる。だから違うって言ってんだろ。なら娘か。ちげえよ。青年よ、お前わかりやすいな。いいから帰れよ。娘とはな、この距離に住んでいながら思いを告げずにいるとは。それでも男か。うるせえな。告げようとはしてるよ、去年も一昨年も。でもタマコのやつ全然気づかな。やはりそうか。うるせえ。お前に。安心しろ、私は好奇の身。丁重に断りを入れた。かなり悲しんでいたがな。故に娘の気持ちは手に取るようにわかる。嘘も大概にしろよ。嘘だと思うのであればそう思うがいい。せっかく同じ男として手を貸してやろうとしたもの。さらばだ。待て。あれ、俺は別にそんなこと。じゃあ何？だからなんつうか、ほっとけないっつうか心配なんだよ。そう、心配。ほらあいつなんかぼーっとしてて危なっかしいとこあるだろ。だから。そうでしたね。でも俺なんか餅蔵だし、タマコの大好きな餅だし。うん、頑張れよ。25メートル泳げるようになったんだろ。うん、よしくー。おー、面白いね。うん。
宿題は？うるせえな、やってるよ。また適当なことばっかり。何があっても絶対手伝わないからね。手伝ってなんて頼んだことねえだろ。行ってきます。うう、今日も暑いな。むふ、むふ、バーカ。勘違い。恋の花が咲くときは結構なんだか情けない。情けないのも楽しくって。10日だろう、お餅の日は。そしてその日は俺の誕生日だ。そうだったっけ？忘れんなよ。ああ、去年もこの話したような。最近タマコに何か相談されなかったか？全然。餅蔵の誕生日プレゼントどうしようかなとか。忘れてるから。今年もお餅の日のことで頭がいっぱいで。そっか。ああ、まあしょうがないよな。お餅の日じゃな。ああ、やだもう。ああ、俺そんなに落ち込んでないからさ、気にすんな。モッチーのことで落ち込んでんじゃないの。モッチーどうしたの？今日はいつもより早いな、あんこ。日直だから。お姉ちゃんまだ支度してるよ。いや、今日はタマコに用があるんじゃなくて。そう。あんこ待てよ。だからお姉ちゃんモッチーの誕生日忘れてるよ。それはいいんだ。え、いいの？それよりさ、あんこ、ちょっとテストの点が悪かったからって人生はダメにならないからな。何の話？あれ違うのか。じゃあちょっと友達と喧嘩したからって。してないって。なら先生に叱られた？叱られてない。廊下で転んだ？転んでない。階段から落ちた？みんな違うから。じゃあなんだよ。ゆさきくんが転校しちゃうの。前期が終わって秋休みになった10月10日のお餅の日に。お餅だ。餅米持ってかい。はい、お父さん。何にお父さんと呼ばれるさってんだから。タマコ、もち米蒸し上がったか？うん。よし、俺が持ってけ。あ、もち蔵聞いてくれた？あんこのこと。あ、おう。なんだって？あ、友達が今日引っ越すんだと。まあ、あんこもさ、いろいろあるんだよ。そっか。行くぞ。好きだ？バカみたい。じゃあ元気でね。そんなの誰でも言えるもん。なら好きしかねえじゃねえか。無理だし！あんこ。あの人、お父さん？これがあの歌だったってこと？全然違いますね。ラブのソング。なんだ、何かあったのか？かっこよかったな。マスターも、タマコのお父さんも。お父さんも誰かを好きになったんだね。その誰かが私たちのお母さんだよ。あ、そっか。だけど、そんな雪も出せないから。冷めて
今日はありがとね。あ、じゃあまた明日な。あ、持蔵ちょっと待って。持蔵、お誕生日おめでとう。エビバデーラブズサンバデー、誰かが誰かを好きになる、いつか誰でも恋をする、僕が君を見つけたように。この歌はあなただけに聞いてほしい。お父さん、ビデオ見たよ。お父さん、私ね、お父さんのこと、もーっと好きになった。うっせぇ。エビバデーラブスサムバデー。あ、菅は私め、役に立ちますな。何かあったかいもの持ってくるわね。あったね。タマコ、先に行ったかと思ってた。行くわけないだろ。タマコ、今日は学校休むかと思ったから。で、あいつはどうした？うちで朝ごはん食べてる。じゃなくて。そうだよ、お姉ちゃん。え？あの人、お姉ちゃんのこと迎えに来たんでしょ？え？いや、俺はタマコが自分の気持ちに素直になることが一番だと思うからな。しつこいな、もちぞ。みどちゃん、みどり。みどり、今年こそタマコに誕生日プレゼントを渡すぞ。